サラ・ジョセファ・ヘールは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州生まれの詩人、小説家、編集者である。同様、メリーさんの羊の作詞者として知られている。感謝祭をアメリカ合衆国の祝日とする運動を行ったこと、バンカーヒル記念等の完成に向けた運動を行ったことでも有名である。サラ・ジョセファ・ヘールは、生まれた時の名が、サラ・ジョセファ・ビューエルであり、 1788年10月24日にニューハンプシャー州ニューポートで生まれた。父はゴーオードンビューエル大尉、母はマーサ・ウィットル星だった。両親ともに男女平等な教育が必要と考えていた。サラは家庭内で母と兄の保霊所の教育を受け、それ以外は独学だった。サラは成長して地元の学校教師になった。1811年、 父がニューポートでライジングさんと呼ぶ酒場を開いた。同年、サラは弁護士のデイビッド・ヘールと出会った。この二人は1813年10月23日にライジングさんで結婚した。夫妻には5人の子供が生まれた。デイビッド、ホレーショ、フランシス、サラ、ウィリアムだった。夫のデイビッド・ヘールは1822年に死亡し、サラは残りの人生を永遠のの印として、 黒服を着て過ごした。1823年、夫が所属していたフリーメイソン支部からの財政的支援があり、忘却の天才と題した詩集を出版した。ノースウッド、北と南の生活、1852年それから4年後の1827年、最初の小説がアメリカ合衆国では、ノースウッド、北と南の生活という題で、ロンドンでは、 ニューイングランドの話という題で出版された。この小説によって奴隷制度に関する著書を出した最初期の小説家となり、またアメリカでは最初の女性小説家となった。この本はニューイングランドの美徳を国の繁栄のために従うべきモデルとして取り込んでもおり即座に成功した出版となった。また国内のアフリカ人奴隷をアフリカのリベリアに移して、 自由の身とさせることを指示していた。第二版の序文では次のように書いていた。国の領土内で奴隷を見るよりも国をあろうという者たちの大きな誤りは奴隷の主人がその兄弟であり重木でもあることを忘れていることである。また、すべての者に善を施し、誰にも悪事をなさないようにする精神というものが唯一真のキリスト教の事前であるということである。この本は、 奴隷制度がいかに奴隷を絶対的に傷つけ人間性を奪うか、また主人の人格も奪い、その世界の心理的、道徳的、また技術的進歩を阻害するかについて記述している。ジョン・ブレイク・牧師がノース・ウッド、北と南の生活を称賛し、ヘールにボストンに来て自分の雑誌、レディース・マガジンの編集者を務めてくれるよう依頼した。ヘールが同意し、 1828年から1836年まで、ボストンで編集者を務めたが、彼女は編集者と呼ばれるよりもその女性系である、エディトレスと呼ばれることを好んだ。ヘールはその雑誌が女性の教育に役立つことを望んでおり、女性が男性の既得権を侵害し、あるいは特権の中に侵入するというのではなく、個々の人がその世界の中で、知性や、 道徳的性格に援助を与えるというものであると記していた。メリーさんの羊が入った詩集、私たちの子供のための歌は1830年に出版された。この詩は当時の女性の多くがそのために書いていた、聴衆である子供たちのために書かれた。ヘールは1833年に会員援助協会を設立し、海で亡くなった。 ボストンの船員の遺族支援を始めた。フィラデルフィアのルイス・アントワール・ゴディがその雑誌、ゴディのレディズブックの編集者として、ヘールの雇用を望んだ。レディースマガジンを買収し、自分の雑誌と合併させた。1837年、ヘールは拡大された雑誌、ゴディのレディズブックの編集者として仕事を始めたが、まだ末っ子のウィリアムが、ハーバード・カレッジに就学中だったため、 ボストンで編集することに固執した。ヘールは1877年に退職するまで40年間、ゴディのレディズブックの編集者を続けた。退職したのはもう90歳になろうという時だった。この編集者であった期間に、その雑誌に、詩や陰文を寄稿した重要な女性としては、リディア・シゴーニー、キャロライン・リー・ヘンツ、エリザベス・カイ・エレット、フランシス・アジェント・オズグッドがいた。 その他著名な寄稿者としては、ナサニエル・ホーソーン、オリバー・ウェンデル・ホームズ・シニア、ワシントン・アービング、ジェームズ・ポールディング、ウィリアム・ギルモ・アシムズ、ナサニエル・パーカー・ウィリスがいた。この期間、ヘールは、アメリカ人のテイストについて、最大級に重要で影響力があるものになっていた。当時、ゴディのレディズブックには、そこそこの競合紙がなく、21世紀の出版会では、 考えられないような影響力があった。この雑誌は女性の医療だけでなく、国内の建築にまで流行に影響を与える能力があったとされている。コィのレディズブックに掲載された家の計画図は、全国の家屋建設者が真似た。この間に、ヘールは多くの小説や詩を書き、その生涯で50冊近い書籍を出版した。 1840年代に始まり、毎年出版されるギフトブックのオパールも何度か編集した。ヘールは1877年89歳の時に編集者を引退した。同年、トーマス・エジソンは新しく発明した蓄音機のために最初に録音する言葉としてメリーさんの羊の一番を選んだ。ヘールは1879年4月30日。 フィラデルフィアのロカスト通り1413にあった自宅で死んだ。スプルース通り922には青い歴史標識が立っている。フィラデルフィア市、ローレルヒル墓地にある質素な墓に埋葬されている。G ・フィラデルフィア市、ローレルヒル墓地にあるサラ・ジョセファ・ヘールの墓ヘールは成功した人気のある編集者であり、ファッション、料理、文学、道徳の分野で、 中流階級の女性のテイストの権威者として尊敬された。しかし、彼女の作品でお決まりの性による役割を、特に家庭における女性の役割、それを拡張しようとしている女性の役割を補強した。例えば、女性は社会の道徳を形成したと考え、道徳的に公をさせる小説を書くことを女性に奨励した。政治的生活の対応が、 アメリカの男性の間にある党派的熱情の嵐で持ち上げられ暴れている一方で平和と善意の真の保持者としての女性があらゆる穏やかな感覚を注意深く要請すべきであると記していた。ヘールは女性参政権を支持しなかったが、その代わりに男性有権者に影響する秘密で目した女性の影響力を信じていた。ヘールは教育を推進し、 究極的に女性を労働力に加えることを提唱した。子供にとって重要な学習経験として遊びと体育を支持した。1829年、ヘールは肉体的健康とその推進者の快活さが道徳感の幸せな調子を促進し、成功する知的な活動に全く欠かせないものであると記した。ヘールは女性に高等教育を与えることを早くから、 提唱しており、ニューヨーク州のバッサー大学設立に貢献した。女性教育に関する推奨は、レディースマガジンを編集した時に始まり、引退するまで続いた。女性教育について少なくとも17の記事や論説を書いており、女子大学という概念がまだ馴染まなかった時代に、それを受け入れられるようにした。1860年、ボルチモア女子大学がヘールに、 女子教育に対する特筆される貢献に対してメダルを授与した。さらに、編集者として1852年からは女性の雇用を目指す部門を作り、労働力として組み込まれようとする女性を議論させた。ヘールはキャサリン・ビーチャーやエマ・ウィラードなど女性教育の初期提唱者の作品も出版した。ヘールはアメリカ国家と連合を強く提唱するものにもなった。 1820年代と1820年代、他のアメリカの雑誌が単にイギリスの定期観光物の記事を集めて再販しているだけだったので、ヘールはアメリカ人作家の作品を出版することに固執したアメリカ人編集者集団の指導的存在だった。実際にレディースマガジンに掲載した記事の半分を自ら執筆した場合もあったことを意味した。 後年、フロンティアやアメリカ独立戦争中を舞台にした歴史小説などアメリカ的主題の小説を特に好んで出版した。ガンとして奴隷制度に反対し、北軍を強く支持した。統合されたアメリカ文化と国家の応援に雑誌のページを使い、南部人と北部人が協力してイギリスと戦い、あるいは南部人と北部人が恋に落ちて、 結婚するというような話を掲載することが多かった。ヘールからエイブラハム・リンカーンアメリカ合衆国大統領に送った手紙。1863年、感謝祭について論じているヘールは、アメリカ合衆国で感謝祭を国民の祝日にすることに最も寄与した人物と言って良いかもしれない。感謝祭はそれまでニューイングランドでのみ祝われていた。各州が、 それぞれの祝日を決めており、早い週では10月、遅い週では1月の場合もあった。南部では認知度が低かった。ヘールによる国民の祝日制定の提案は1846年から始まり、決日まで17年間かかった。提案した国民の祝日を推進するために、ザカリー・テイラー、ミラード・フィルモア、フランクリン・ピアース、ジェームズ・ブキャナン、 エイブラハム・リンカーンと5人の大統領に手紙を書いた。当初の手紙では説得できなかったが、リンカーンに出した手紙で、1863年、感謝祭を国民の祝日として制定する方への指示を取り付けた。この新しい国民の祝日は、南北戦争の歪みの後の再度統合を進めた時代に検討された。感謝祭を 国民の祝日とするまでアメリカ合衆国で祝われていた数少ない祝日はワシントンの誕生日と独立記念日だった。ヘールはジョージ・ワシントンのものだったマウント・バーノン・プランテーションをアメリカ合衆国の南部も北部も支持できる愛国主義のシンボルとして保存するために動いた。ヘールはボストンでバンカー・ヒル記念塔の完成のために3万ドルの寄付を集めた。 その建設が滞った時に読者に寄付を呼びかけ、またクインシーマーケットで一週間の工芸品祭も組織した。オプラ・ウィンフリーとマーサス・チュワートが共同で、ヘールが組織したクインシーマーケットでの巨大に工芸祭は、ベークセール以上のものであり、軽食が販売された。しかしわずかな利益が得られただけだったと説明している。この祭りでは、手作りの宝石、キルト、 バスケット、ジャム、ジェリー、ケーキ、パイが売られ、またワシントン、ジェームズ・マディソン、ラファイエット公尺からの辞書手紙も売られた。ヘールはバンカーヒルの戦いを記念する高さ221フィートのオベリスク建設を確かなものにした。リバティセン、五百5 3 8号はヘールの栄誉を称えて名付けられた。ニューヨーク市ブルックリンのディーン通りと四番街の角にある ニューヨーク市教育委員会職業高校も同様だった。しかし、この学校は2001年に閉校になった。権威ある文学書のサラ・ジョセファ・ヘール賞はヘールにちなむ命名である。ニューハンプシャー州歴史協会が作ったバブルヘッド人形のシリーズ第4作はヘールを検証して作られた。ニューハンプシャー州コンコードの歴史博物館店舗で販売されている。 アメリカ成功会の成人カレンダーでは、明日の4月30日がヘイルの日とされている。ありがとうございます。